そして私は死体になった。信じてもらえないかもしれないけど、明日も明後日もし明後日も私はずっと死体です。一ついいことがあるとしたら、これでもうみんなの視線を感じなくていいってこと。悪いことは明日あなたに会えないこと。こんなに私はしたいのに。初めてなの。俺も同じなんですって。